どうも、新幹線さくらです。今回はゲーム枠として、まあ、なんだっけ、せ、なんだっけな。ちょっと待った、メインメニュー。そうだ。スマッシュコートテニス3という海外のゲームの体験版のやつをプレイしていきます。では試合を1試合やるだけですね、今回は。時間の都合上。試合を1試合で1ゲームだけして終わります。はい。まあ、短いですがお付き合いください。あ、動いてなかった。やべえ。アウト。勝たないと意味ねえじゃん。よし、取り返した取り返した。勝たないと意味ねえじゃん。あ、かぶるな。あれやべえ、かっこ悪い。まあいいや。ではでは、ラストの負けとしてトレーニングしてみたいと思います。ハードヒット。カット。もうちょい離れるか。もうちょいか。こんぐらいの歩幅か。もうちょいか。もうちょい。やばい、広い。広いよ、このプレイは。お、あと 5ヒットすればいいんですね。うん、もう少しの調整ですね。もう少し調整すればいけるんだと思います。で、もう少し調整すればいけるんだと思いますが、ま、よし、
よし、よし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 、あと一個し、あと少し、あと2球、あ、離れる、もう少しで成功します。手作業入れて、まあもう少しで成功すると思います。今まで音聞こえなくて申し訳ないです。よし、成功。あれ？成功したよね。よし。よし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 、成功しました。では、今回の枠を終わります。ご視聴ありがとうございました。ツイキャスの方は、サポーター登録お願いします。では、ツイキャスの方は、サポーター登録お願いします。で、あと、後で YouTube にも載せるので、YouTube の方はチャンネル登録お願いします。では終わります。ポッチリ。1名様の閲覧ありがとうございました。